自衛消防技術試験の受験案内。こんにちは、港瑞希です。これは東京都の主催する自衛消防技術試験を受ける方のための受験案内動画です。2021年の時点で YouTube 上に受験に関連する動画はほぼありません。自衛消防技術で検索しても微妙に違う自衛消防訓練しか出てきません。なかなか新しい資格なようで情報収集に苦労しました。というわけで、これから学ぼうという方のために受験方法の情報をまとめておきます。この後、実技の対策についての動画も上げる予定です。よろしくお願いします。自衛消防技術試験とは、自衛消防技術試験とは、東京都の定める自衛消防の技術、知識を認める試験制度のことです。ある程度の大きさの建物には、この試験に合格し、認定証を取得したものを複数人配置することが義務付けられています。認定証の効力は東京都内のみですが、試験はどなたでも受けられます。都内在住の方や、都内に勤める方が取得されているようですね。試験地は、秋葉原と立川で、それぞれ、月に3回、平日に行われています。防火、防災に関する資格はたくさんありますよね。これらの資格の認定団体は、各都道府県や、総務省消防庁ですが、自衛消防技術試験は、東京都、東京消防庁が主催です。また、自衛消防技術試験のさらに上には、防災センター要員という資格もありますが、こちらは全国的な制度ですね。試験の内容。さて、肝心の自衛消防技術試験の試験とは、一体、どのような流れなのでしょうか。公式ウェブサイトを見ても、なかなかわかりにくいですよね。記載されている案内がちょっと不親切な上に、説明も飛び飛びで、情報が古いままの箇所もあります。あと、最近、試験の名称まで変わりました。一つずつ解説していきましょう。試験会場は2つ。秋葉原と立川です。どちらか受けやすい方を選びましょう。秋葉原の会場は、JR、メトロ、つくばエクスプレスなど、交通の便が良いです。会場は、駅から徒歩5分です。立川は、JR 立川駅からバスが出ています。または、多摩モノレール、高松駅から徒歩15分です。試験会場の立川防災館向かいの立川市役所の中に一般利用可のレストランとコンビニがあり、お昼休憩はこちらがおすすめです。試験は午前と午後に分かれています。午前に筆記試験があり、終わり次第退出します。そして12時に再び試験場に戻り、合格者発表となります。合格者のみ、午後の試験を受けられます。午後は、まず集合方式と呼ばれる筆記試験が始まります。マークシートではなく、記述式の試験です。その後、受験者は全員別室に移動し、個別方式と呼ばれる実技試験が一人ずつ行われます。ちなみに、集合方式、個別方式は、以前は、集団実技、個別実技という名称でした。午前の筆記試験は、下記の3項目から出題されます。いずれも、60% 以上の正答率が必要です。1、火災に関する知識、10問。2、自衛消防業務に関する実務、10問。3、消防関係法令、5問。午後の筆記試験である、集合方式は、1、消防設備の使用方法、2、火災時の活動内容、などを、箇条書きで記述する試験で、3問出題され、時間は15分です。実技試験は、3畳程度の狭い部屋に閉じ込められ、消火栓を操作せよ、火災が発生したと、一斉放送せよ、スプリンクラーを停止せよ、といった、緊急事態を想定した問題が出題され、45秒以内に実際に動いて対応しなくてはいけません。大変緊張する試験です。実技試験は、その回の受験者が全員同じ内容の試験を順番に受けます。受験者が数百人いようが、自分の番が来るまでひたすら座って待ちます。
受験番号1番は待ち時間なし、500番で2時間待ちです。その間は、私語禁止、スマホ操作禁止、テキスト閲覧不可です。部屋は大体、こんな感じです。試験内容によって、配置される品物と設備は変わります。モニターに問題文が表示されると同時に、音声でも読み上げられます。45秒ほど経過すると、ブザーが鳴るので、それまでに行動しましょう。これが、2から5問、出題されます。時間は、あっという間に過ぎます。練習しておいた方がいいですよ。指差し故障、よし、も忘れずに。最後に、試験官への挨拶は、大声で、緊張がほぐれますよ。勉強法について。さてさて、自衛消防技術試験は、防災や消防関連設備、法令などから出題されます。どのように勉強すればよいのでしょうか。もし、あなたが現役の防災センター勤務や警備員なら、少し勉強すれば受かるかもしれませんね。しかし、ほとんどの人は防災の知識を持っていないし、消火栓の操作方法やスプリンクラー制御弁の位置なんて全く知らないでしょう。そんな人のために、東京防災救急協会の開催する自衛消防技術試験、受験準備講習会というものがあります。日程、月4回、平日のみ。会場、田町、東京都、港区。時間、14時間、2日間連続。受講料、17,100円。テキスト代、5,500円。学科編、実技編、問題集の3冊。講習会の案内には、実際に試験で使用されている消防用設備と同じ設備を使用するとあります。消防設備を自宅や職場などで触れない方は、講習会に参加した方が良いと思います。もちろん、独学でも全く問題ありません。防災の知識がある人なら、講習会に参加せず、公式テキストの問題集だけ、または実技編だけ購入しても大丈夫です。危険物、乙4、消防設備士、乙4よりも難易度は低い印象でした。公式テキストは東京防災救急協会のサイトから通販で購入するか、秋葉原の会場で購入できます。学科編、1800円。実技編、1800円。問題集、1900円。テキスト、学科編。筆記試験の出題範囲は、ほぼ学科編から出ているようです。しかし、自衛消防活動、中核要因とは、については、テキストより公式ウェブサイトの方が情報が多いです。ウェブサイトも、一度は目を通しておいてください。テキスト、実技編。自動火災報知設備、消火栓などの操作方法が、カラー写真付きで紹介されています。多くの人が、これを読んでおかないと手も足も出ないでしょう。しかし、説明があまり詳細とも言えず、すべての機能が紹介されているわけでもないので、やや不満もあります。テキスト、問題集。やはり、一番重要なのは、この、過去問でしょう。自衛消防の実務、法令、火災の知識の3項目から各50問ずつ、解説付きで記載されています。3冊セットでの購入がおすすめですが、最低でも、問題集だけは入手しておいた方が良いでしょう。受験の申し込み。なんと、自衛消防技術試験は、ネットでの申し込みはありません。直接、都内の消防署に行き、まずは願書をもらってきてください。平日、月曜から金曜日の8時半から18時半ですよ。願書をもらったら、一旦帰宅し、必要な書類を集めましょう。受験願書。写真、1枚。受験手数料、5400円。試験科目免除がある場合は、その証明書類。さあ、やっと申し込みです。最寄りの消防署に行き、自衛消防技術試験を受験したい、と伝えましょう。ここで、受験地の、秋葉原、立川の、どちらかを選びます。すると、空き状況を教えてくれるはずです。空き状況はネットでも見れます。問題なければ、手数料を支払い、受験の注意事項を聞きましょう。申し込み期限は、試験の5日前までなので、かなりギリギリでも大丈夫ですね。受験者数は、年間9000人くらいで、合格率は 70% 前後です。
合格した後は認定証の交付に1700円かかりますので、銀行に振り込みに行きましょう。コンビニはダメです。受験申し込みに写真が1枚必要でしたが、合格した後にももう1枚必要になりますので準備しておきましょう。以上で自衛消防技術試験の受験案内は終わりです。合格目指して頑張ってくださいね。次は実技対策でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。